一緒。はい、どうも、加藤ちゃんです。いやー、最近ね、悩んでるんです。そのことで、今回の動画をお伝えしていきたいと思います。であります。この脳卒中の後遺症って、いつも言ってますけど、人それぞれ症状が違うっていうことを大前提に、あくまでも僕の話ですからね。で、僕、こう、半分、綺麗に、喘息側の方は、普通の体温なんですよ。麻痺側の方っていうのは、温度が低いんですよ。やっぱ血流の問題なんかなぁ、やっぱその筋肉が、動かないから、このポンプの役割を、でも心臓だから、静脈、動脈。動脈って静脈だから、弱くなるんですかね、その、帰ってくるの。なんかだから、やっぱ冷たいんですよ、こっちの方が。麻痺側の方が。それで、なんか多分、前もそうだったと思うんですけど、特に今年すっごく思ってるのが、足がめちゃくちゃ冷えているなっていう感覚があるんですよ。で、寝てるじゃないですか。布団かぶってるじゃないですか。もうね、足が出てるイメージなんです、布団から。だからもう、寒い寒いみたいな。そしたら、でも、で、起きてみると、ちゃんとかぶってるじゃんと思って。だからね、すごいなんか寝不足っていうのもあってね、いろいろあるなと思ってね、どうだ、皆さんはどうですかっていうお話なんですけど、もうずっと毎日のようにですよ、ほんともう、足出てるわ、また出てるわ。で、なんかこうやって、筋足側の足で、こうやって、なんかこう、布団をこう、手繰り寄せるんですよ。つったそしたら、喘息側の方の足から布団が出るみたいな。おいって思いながら。そうなんでしょうね。横着しちゃダメだなって、ちょっと改めて思いました。やっぱこれ対策は何だろうな、湯たんぽ今流行りの。今、湯たんぽめちゃめちゃ流行ってるらしいですね。しかも昔みたいな鉄のやつじゃなくて、セラミックだったかな、なんか、ちょっとね、どこだったっけ、ホームセンターとかに行ったらね、よく見かけるんですよ。でもね、お湯入れるのめんどくせえんですよね。でも寝るときに、靴下履いて寝ちゃダメなんです、本当は。本当は、なんだろうな。寝てるときって、足から汗を出す機能あるじゃないですか。それを妨げるんですって、本当は良くないみたいなんですけど、でもさ、毎日さ、ああ、寒い。布団かかってなー言ってさ、最近本当にね、特に11月に入ってから寒くなった時とかにすっごい思うんですよ。という感じで、加藤の今回のお悩みは、寝てる時。麻痺側の足はちゃんと布団に入ってるんですけど、はぁ、また足出てる。寝相悪いみたいな。でも、起きてみると、ちゃんと布団に入ってるし、めんどくさいから、こうやって、こうやって、こうやってやってたら、喘息側の足の方が布団から出るみたいな、オチがあります。ということで、今回の動画は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。